どうも私です。というわけで今日なんですけど、2023年コストコ始めしてきまして、新商品のスーパー美味しそうなやつ買ってきたんで、これちょっとランチでいただきたいと思います。じゃあちょっと一回下がりましょうか。ね。というわけでコストコのお久し新商品、これね、イタリアンティラミスですって。コストコのケーキといえばティラミスだよねってぐらいさ、まあ、定番商品ではあるけど、イタリアンなやつらしいんですけど、まあ、これだいたい 1.5kg ぐらい、 1.3 から2から 5kg ぐらいで、 100g あたりが 279kcal の消費期限が明日まで。でお値段なんと2198円なんで、結構高い。僕が最初コストコのティラミス買った時って1200円ぐらいだったんで、倍ですがな。今日まだコストコのホットドッグしか食べてないからさ、お腹すかすかなんで、早速オープン、イエーイ。こんな感じで、今までのティラミスドルチェと違ってちょっと茶色いんだよね、全体的に。で、チューリップが植えられそうで。コストコのティラミスって結構動画で何回かやったんだけど、この子単品で食べても美味しいんだけど、パンにつけて食べるとなお美味しいんですよ。というわけで今日はこちらもご用意してます。いやー。あーはい、この子たちコストコと全く関係ないんだけど、実家に帰った時お土産としてもらったやつ、今日はこのハイパー美味しそうなクロワッサンをスペシャル新作ティラミスにつけて美味しくいただきます。オッケーオッケーオッケー、はい、おはようございます。ではいただきます。あ、うまい。ちょっと今お家のすぐ隣で工事やってるんで、うるさかったらごめんなさい。じゃあ早速なんですけど、イタミスいっちゃっていいですか。ここから失礼します。いきます。3、2、オッケー。わかるかな、このねっとり加減、スーパーネトネト。今までのティラミスと違って若干黄ばんでて、ちょっとプリンっぽいよね。いってみます。うん、これがイタリアか。あまりにも粉っぽくて、中学のグラウンドを思い出しちゃいました。風の強い日とかこうだったもんねって感じ。定番のコストコのティラミスドルチェみたいなやつって、スポンジとクリームの割合がすごい絶妙で、程よい甘さで食べやすいねっていう感じのティラミスなんだけど、これやっぱイタリアンなだけあって、結構コーヒー感が強くて、さすがヨーロッパって感じで。こっちもボンジュール。このティラミスがすごいプリンプリンしてるから、その分しっかり詰まったクロワッサンで間違いなく仲良しの予感。本来のティラミスはこっちなんだろうね。結構苦みの強くて、子供が夜とかに食べちゃうと寝れなくなるようなタイプ。前にもコストコ新商品の動画の時に言ったんですけど、最近物の値段ってめっちゃ上がってるじゃないですか。コストコも例外じゃなくて、マフィンとかベーグルとか、うわ安くて最高みたいなやつも200円とか上がっちゃってんのね。で、僕の会員が5月で切れるんで、ちょっとね、考えちゃいますよね、この先。今回はね、美味しい新商品とかあったり、トイレットペーパーとか洗剤みたいな日用消耗品買ったりしたんだけど、考えちゃいますよね。これは美味しい 100%。 いってみます。コーヒー飲みながらクロワッサン食べてるねっていう感じだね。どちらかといえば合ってるんだけど、一緒じゃなきゃいけないよねって言われたら、そうかなっていう感じ。はい、あ、うわ、いただきます。やっぱティラミスはつけるようだね。この子は特にねっとりクリーム感も強いから、パンにつけるために作られてるような感じ。僕さ、お仕事の日以外はほとんどマジで引きこもってるからさ、朝からコストコショッピングみたいな行くのめちゃめちゃ楽しくて結構好きなんだけど、朝から行動するっていいよね。あ、なんか有意義に過ごしてるなーみたいな感じもするし、コストコのショッピング楽しいし。しかも僕コストコ行く時ぐらいしか車運転したりもしないからさ、ちょっとした遠足気分になれるんだよね。でも最近になって思ったのは、もともとが安すぎてハードル上げすぎちゃったんじゃないかなっていう気もするんだよね。基本何でもハードルは低い方がいいからね。
YouTuber とかもさ、すごいド派手な企画をやりまくった結果、すごい過激なやつじゃなきゃ満足してもらえないみたいになって、方向おかしくなるみたいな、あったりするじゃないですか。そんな感じ。今日朝7時半に起きれたね。幸せだね。それでいいんです。今度はチョコのクロワッサン。いやー、うん、ヨーロッパコンビなかなかいいですね。このイタミスは結構素の状態で食べちゃうとクリーム感強いんで、もういいかもって感じになるんで、冷凍して食べちゃいたいと思います。コストコの普通のティラミスもアイスにすると美味しいんで、てなわけで明日の朝お会いしましょう。上からこんばんは。てなわけで、あれから3日ぐらい経ったお仕事終わりの夜なんですけど、冷凍庫にずっと封印してたこちらアイシングティラミスいただきたいと思います。これマジ美味しそうなんだよね。匂いはちなみにちょっとおしとやかな感じ。じゃあ行ってみます。アイス、お上品なティラミスアイスをアイスにしましたねみたいなやつですね。うん？アイスにした方がもしかしたら食べやすいかもしれませんな。イタリアだけに。ちなみにクロワッサンも一緒に冷凍したんだけど、普通に食べた時よりも味が濃くなってるというか、存在感増してますね。やっぱ仕事終わりのコストコティラミスが一番美味しいね。よいしょ。硬い。食感もそうだし、味もふんわりって感じですね。結構触り心地気持ちいい。この仕事終わりとか仕事行く前とかの朝に動画の残り食べる、それがまたいいんだよね。ごちそうさまでした。まあ、なんだかんだティラミスも安定に美味しかったし、会員続けちゃうかもね。皆様よかったらコストコ行ってみてね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。また。僕がなんでティラミス好きかって色と名前なんですよね。あの茶色加減、そして他の食べ物にはないティラ、素敵。またねー。